黒い報告書とは、新潮社発行の週刊誌、週刊新潮にて掲載されている小説。1960年11月21日号から掲載開始され、1999年4月に一旦終了したが2002年5月に復活。現在でも続いている長寿コーナーである。実際にあった事件をもとに、フィクション化した1話読み切りの4ページ分の小説である。 作品中には必ず濡れ場のシーンが入っており、コーナーの名物となっている。描かれるのは、色と欲で一つの事件が起こり、そして人生が破滅していくという世界であり、事件の真相に迫るよりは、欲望に翻弄される人間の愚かな姿を描くことに重点が置かれている。新田次郎、水上務、城山三郎、井上光春、重松清清水達夫、 杉山隆雄、高山文彦、内田春菊、区、中村うさぎ、岩石子ほかなお、井上光春は、幻影なき巨構に、この欄で執筆した、いくつかの作品を収録した。原作小説をもとに2008年から約1年間、週刊コミックバンチ市場で連載された。作画は、渡辺康弘。コミックスは、全3巻。2012年、BS ジャパンで、 同局発のオリジナルテレビドラマとして、テレビドラマ版が放映された。原案なしのオリジナルストーリーと過去の作品の映像化の2本立てとなっている。原作小説の骨格のままドラマ化するのではなく、週刊新調編集部の黒い報告書の担当編集者と黒い報告書を書くことになった新人女性作家がコンビとなり、黒い報告書の執筆を通じて一つの事件の 真相に迫っていくという構成となっている。井上光春は、縄ばりどく武道手事件を題材にした、当該項目で、最新請求を続けている被告を、真犯人とする立場で執筆した。ありがとうございます。